ませんが、リーグトップスコアラーの姿が見えています。こんにちは。実況は私、西岡明彦です。そして解説はおなじみの福西崇史さんです。こんにちは。注目の一戦です。楽しみですね。今日はベガルタ仙台対ジュビロ磐田のカードです。本日のホームチームはいかがでしょうか。シーズン序盤ではありますが、このチームは現在リーグランクのトップに立っています。これ以上ないスタートと言えるでしょう。今日も勝ち点3を狙っています。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置するシステムです。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。こちらも攻撃的な 3-4-3 です。キックオフ、試合開始です。ここは遠目からロングシュート。このシュートは大きく枠の外。丁寧に狙ったようですが、逆に力が入ったかもしれませんね。ボールをサイドへ展開します。かなり遠くから狙い、入るか。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。このゴールですが、余裕のない中でも冷静でしたね。そうですね。持ち帰る余裕がなかったんですけど、正確でした。試合開始からわずか5分、早くもゴールが生まれました。川又健吾、田口大志、見事な視野です。長澤俊、追加点とはいきませんでした。いい反応です。ここはよくスペースが見えていました。ゴールキーパーがボールを抑えた。目の前にスペースがあるようです。阿部拓磨、おっと、どうしたでしょうか。まあ、素晴らしいボールだ。ゴールゴールゴール、ゴールの低い位置を狙ったいいシュートです。うまくコントロールしてスペースを作っていますよ。それでこのシュートですか。これは恐ろしいですね。これだけ綺麗に決まるのは珍しいですね。はい、本人としても大満足でしょうね。アダユトン、田口大志、ここはサイドに持ち出すでしょうか。キーパーが処理しました。マークにつけていませんね。
ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。さあカウンターで一気に行きたい。これはサイドを上がれそうです。カウンターのチャンス、いいパスだ。このクロスはどこを、ね、ここはフリーキックを与えられます。森谷健太郎、ミッドフィールドでボールを取りました。走り込んだ味方にスルーパス、カミンスキーが処理。ここは強引なロングシュート、前に押し出します。タッチを割ってスローイン、距離はありますが このシュートは全く枠へ飛びません。コーナーを狙ったんでしょうが完全にずれてしまいましたね。ボールを失いました。平岡康弘、阿部拓真、さあスタジアムのテンションが上がります。ファーを狙った、頭で入れました。ヘディングでのゴールです。頭で合わせてきました。頭でうまく合わせました。よく押し込みましたね。最高のコースを狙いました。別のアングルからご覧ください。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。この展開を誰が予想したでしょうか。田口大志、このミスは痛い。相手にパスを出しました。いい形でゴール前まで持ってきました。打ってきた。このシュートは大きく枠の外、丁寧に狙ったようですが逆に力が入ったかもしれませんね。大井健太郎、素晴らしいボールです。スルーパスだ。キーパーがしっかりと止めました。森下俊、阿部拓真、素晴らしいスルーパス、切り裂けるか。キーパー弾く。レフリーの笛が鳴ってって。前半から変化はあるのでしょうか。後半キックオフです。サイドから攻撃でしょうか。ボールパーソンからボールが渡されてゴールキックからのリスタートとなります。山田裕樹、パスコースには絶妙なパス、難しいシュートでしたが枠を外れます。前半この選手のプレーがよく効いていました。調子が良さそうです。ゴールもしっかり決めました。前半リードした。このシュートはどうだ。さあ誰を狙ってくるのでしょうか。中に入れた。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。ハモン・ロペス、さあ上げたい。キーパーがボールをセットしてゴールキックからの再開です。
交代選手がピッチの脇に待機しています。長澤駿、ボールを失いました。ゴールチャンス。このシュートは枠を外れました。完全に決まると思ったんですが、狙いすぎたんでしょうか。このパスはダメでした。通りません。サポーターからのシュートコールが響く。打ってきましたが大きく外れてしまっています。フレッシュな選手の投入です。スペースに見事なスルーパス、入るか。このコーナーは得点のチャンスです。中に入れた。コーナーキックはキーパーが抑えます。宮崎智彦、川又健吾、慎重に攻撃を組み立てています。フリーキックから試合が再開します。長澤駿、前線の選手が下がってボールを受けます。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。どこに上げてくるのか。ゴール前に入れた。この攻撃は実を結びませんでしたね。今日の試合は序盤から一方的な試合展開が続きました。最後まで一方的な内容で進みそうです。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。さあスタジアムのテンションが上がります。カウンターのチャンスです。カウンターのチャンスを生かしたい。シュートを打った。きれいに曲がりました。このゴールで勝利はほぼ終に収めたでしょうか。いや、思わぬ大差になりましたね。プレーにも余裕がうかがえます。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。中村俊輔、阿部拓磨、ボールを取りました。さてどうする。ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。ベガルタ仙台の勝利です。ご覧の通り、この試合はかなり差がついた結果に終わっています。ここまでやられてしまうと次が気になりますよね。負けた側はどう立て直してくるんでしょうか。今日の試合、
この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。見事な活躍でしたね。リーグでのゴール数をさらに伸ばしてきました。今日の勝利の立役者でしょうね。